こんにちは。一色出版の岩井と申します。本書、昆虫たちの不思議な性の世界。この本を編集担当したものです。この動画をご覧になっている方々は、昆虫についてよく理解したい、また昆虫の持つ性についてより深く知りたい、そういった方々だと思います。本書はまさにそういった方のために向けて作られた本だということができます。と言いますのは、2016年の5月、松本市信州大学の近くの喫茶店で最初の編集会議をしましたが、その時に相談内容に上がったのが、性を通して昆虫のことについてよく理解できる本、昆虫を通して性についてよく理解できる本、そういった本ができないでしょうかと、そういったことを、編集会議で話し合いました。それが最終的に出来上がったのが本書、昆虫たちの不思議な性の世界、本書になります。具体的にはオスメスを決定する遺伝子の働き、それから昆虫が生まれた後ですね、この子供たちを天敵から守って育てる昆虫たちの繁殖戦略であったり、オスメスの違いができる、発達ができる、オスメスの体の違いが出来上がっていく仕組み、その多様さ、または面白い求愛行動、そういったものを網羅的に取り上げています。まさに昆虫と性について、体系的にいろんなテーマを盛り込んだ本だと言えます。またこの本の特徴の一つとして、QR コードを随所に掲載しています。その QR コードを通して、さまざまな昆虫の動画や音声、またカラー写真、そういったものも視聴できるようになっていまして、昆虫と性についてより深く、そして楽しく学べるような内容になっています。ぜひ本書を手に取ってご覧になってください。